今回カレー作っていきますね。カレーのルー、これなんか130円とかしましたね。で、2つでまあ300円ですね。で、人参が100円ですね。これでまあ400円。で、かぼちゃが100円ですね。で、これは、4分の1かな。4分の1。これで500円。で、キャベツも100円ですね。半分100円。で、これで、玉ねぎが60円とかでしたね。これいくらだ ?300。4、5、600。で、まあ、これ約700円ですね。で、芋が4つ。で、150円か。で、800円。で、肉が余っていて、まあ、全部で1000円未満で抑えられてますね。これで作っていきます。まあ、なんでほうれん草じゃなくてキャベツにしたかっていうと、ほうれん草200円で高かったから、キャベツにしました。で、キャベツはあんまり美味しいと思わないんですよね。だから、溶かしちゃおうかなと思っております。で、これが、余っていたお肉ですね。まず玉ねぎから処理していきたいと思います。でっかいよね、これ。カレーはいいね、安く仕上がってね。実はこの材料、2日前か3日前に買い揃えたんだけどさ、忙しくてなんか料理する感じになんなくて。あ、全部説明するの忘れた。これ、寸止め海峡ですね。寸止め海峡からのコースね。で、こうやると、ものすごく包丁を使わずに剥けます。リンゴみたいにやる必要はないんですよ。で、三角コーナーは邪道なんで絶対に使わずに、もうゴミ箱に直。あと、ゴミ捨てって週2回じゃないですか。で、この間なんかゴミがあんま溜まってなかったから、まあちょっといいやと思って一回パスしたら、やっぱ匂いがやばいね、夏はね。って感じで、やっぱ少ないゴミでも生ゴミはがあるからすぐ捨てましょうねってお話です。結局溶けちゃうんだよね、玉ねぎもね。オリンピックってさ、よくダウンタウンのまっちゃんも言ってたんだけどさ、普段さ、そのスポーツとかにさ全然関心ないのにさ、オリンピックの時だけ見るってさ、なんか邪道だよねみたいなこと言ってたんだけどさ、俺も全く一緒。普段全くさ、そのスポーツのこと考えないのにさ、オリンピックの時だけ見るってさ、なんかすごいよね。そんな虫のいい話あんのかよって思うけどね。でもみんな見るよね、オリンピックっていうさ、なんか冠に負けてさ。で、俺、オリンピックさ、全く見ないの。でもさ、見ないとさ、オリンピック見ないのとか言われるとさ、はって感じやね。逆にでさ、あれ、普段さ、そのスポーツのことを全く考えてないくせにさ、オリンピックの時だけ見てんじゃねえって言い返してやりたいよね。無観客ってウケるよね。しらけてるよね。ホリエモンが言ってたんだけどさ、お好み焼きだけ食ってればさ、月1000円でさ、食費進むって言うけどさ、本当なのかね。 キャベツ安いからさ、なんか、キャベツ買ってなんかうまく小麦粉でって。でも月1000円は言い過ぎじゃねって思うけどね。本当なのかしらね。多分これ綺麗だね。こんな余っ出してもしょうがないからね。全部使っちゃうよ。溶かしたいよ、これ、キャベツは。キャ
ャベツってそんな美味しい感じないよね。まずくはないけど。だからまあザルに入れてシャワーでシャーってやって終わりにしてます。キャベツの中が汚いってさ、 ないから。水菜とかはやばいけどね、ちゃんと洗わないと。でキャベツは OK です。次人参、もう一回まな板をちょっときれいにします。これも直でゴミだからね。やばい、右側の汚い部分が 見えてしまった。ここ掃除する掃除するって言ってさ、掃除全然してないんだよね。物がそもそも多いんだよね、だから掃除する気しねえんだよ。いらんもんが多いんだよな、本当に。だから年寄りだからさ、洗剤とかさ、何もかもハイターとかさ、ハンドソープとかかける2で買ってあんの。これがさ嫌なんだよね。だから今の時代さ、ちょっとさ歩けばさ、ドラッグストアとかさいくらでもあるんだからさ、そのねえ、もっとタイトにせえやって思うけどね。その正月じゃないんだから、まあ、正月でもやってるじゃんって話だよね。なんでその熱く買う必要があるのって思うんだけどね。まあ、それが年寄りの性分なんですよ。物に囲まれてなんか暮らしていきたいってね、困っちゃうね。で捨てられないってやつね。だから階段にさ、あの物を置いたりするのもさ、昭和の人ならではだよね。階段にさ、絶対一つ置くとさ、なんかトイレットペーパーとかティッシュとかさ、新聞とかさ置くとさ、なんかこれも置いていいだろう、これも置いていいだろうってさ、階段が塞がるよね。全く人間って弱いって思うんだね。だからもう置かないって決めればいいんだよ、絶対に最初から。ミニマムっていう感覚がないんだよね、その昔の人はね。で実はね、僕もその今でこそそういう思考になったけど、なんか服とかバッグとか帽子とかいちいちなんか買って所有することに満足感を得ていた時期もあったんですよ。でもそれがいかにバカで愚かだったってことが分かって、今なるべく物を持たないようにしています。まあバッグの中とかもなるべく、うん、コンパクトにしますね。やっぱね、物を買ってね、物をね買って物を所有して、あの幸福を感じるっていうのは本当に愚かな、なんか幸せだと思うんですよね。だから切って集める人とか本当あれ分かんないよね。なんで切って集めてんだって思うけどね。集めた先に何があるのって思うけどね。でも理屈じゃないんだろうね、きっと。乱切り映ってるかな。あの卒業アルバムとかもいらないよね。あと子供の頃のさ、なんか学校卒業した時の症状とかもさ、いらないよね。全部捨てたんだけど。あとなんか書道のさ、なんかねえ、なんか取るとさ、1級2級とか取ると賞状もらえんじゃん。あれ邪魔だよね。賞状もさ、あれオンライン化するべきだよね。そのうちあれお墓もオンライン化するらしいよね。まあ実際あるらしいけどね。まあそれはやりすぎかな。結婚式とかもオンライン化するのかね、もし成人式とかね。コロナがでかいよね、それも。あれ、小さく切りすぎたかも。はい、か次は大きく切ろう。とりあえず人参も OK。
こんな感じですね。で、次、かぼちゃ。今ビニールを捨てました。で、こっちに持ってきて。かぼちゃのこの綿ってさ、マイナスでしかないの？それとも食えるの？でも前働いた職場ではさ、綺麗に取ってねって言われたからさ。でもここは俺の職場だからな。そんな上司からの決まりは今は聞く必要ねえんだぜって思ってる。どうしよっかね。おいしい。ああ、落ちた。汚いところに落ちちゃったよ。でけえかも。あ、でもでかいな、これ。もごもごしそうだよね、かぼちゃって。口の中で。オッケー。次は芋。芋がね、今回の芋ね、汚そうなんだよね、すごい。ちょっとね、どうしましょう。汚そうだからな。何個入れようかね。1、2、3つ。あ、いや、全部入れちゃえ。取っといてもしょうがない。ってことは、汚いってことは、あれなんだよな。でも洗ったら結構なんかつるんって綺麗になったっぽい。まあ微妙だな、これ。汚いんだか綺麗なんだかよくわかんないね、これ。ね、泥が染み込んでんのか、それとも OK なのか。どうしよっか。ちょっとトイレ行ってきます、一回。本当に汚いところだけピーラーで削ろうって考えました。コバエがいるね。コバエってさ、蚊取りで死ぬのかな。早く消えてほしいよね。
し。落ちた。で、こんな感じになりました。肉例えば冷凍から冷蔵庫で解凍してたんですよね、昨日から。で、今いい感じで溶けてます。うわ、カメラの温度が上がり上がった。よし、これで仕込みは完成です。そんだけで仕込んだ野菜たちです。このような感じになりましたね。で、これから野菜を作ります。まずレンチンをして炒めやすくする作業を次にします。まあ、ラップがないことに気づきました。で、人参、かぼちゃ、玉ねぎ、じゃがいも、ちょっとじゃがいも後ろで映りにくいんですけど、その4種類を、まあ、ラップないけど、まあ、チンはします。ラップ買わないとね。5分、6分じゃあ6分後にお湯出しましょう。では、さっきのキャベツ切ったらもうこれいっぱいになっちゃうんだよね。溶けるのかね、キャベツってね。まあ最初からコトコト煮込んで溶かしてやろうと思っております。で、とりあえず水を今入れて火をつけました。で、これはこっちでしてこっちは炒め物をしますね。まあ6分経ってないんだけど、ちょっとフライング気味で。かぼちゃ、こいつがね、一番先に煮込まなきゃいけないものって分かってるから、かぼちゃから炒めようと思いました。キャベツがね、安くてさ、あんだけ量取れるからさ、なんかキャベツの使い方がうまくなればさ、すごいね、低コストでさ、生き延びれるよね。安いよね、ほんとキャベツってね、びっくりするぐらい。かぼちゃも安いよね、それ考えると。野菜は安いよね、基本的に。意外とね、乳製品が高いんだよね、バターとかさ、チーズとか。人参入れちゃおっかな。でもな、どうしよっかな。
こんなもんで、じゃあキャベツの上にぶっ込みます。にんじん、バターもね、今持ってて、じゃがいもはバターで炒めようと思っております。やべ、換気扇つけてないから、煙、今つきました。バターって冷蔵庫から出して溶けるのが早いよね。すぐ溶けるんだよね。この炒めることによってさ、なんか野菜がキュッとするったり、なんか野菜がさ、働くなんか機能が出るんだろうね。だってこれやんなくてもさ、直接茹でちゃってもいいじゃんって思うんだけど、でもやれってなんか書いてあるよね、なんかいろんなことのところに。やべ、また温度が急上した。こんなもんで、じゃあ。次は芋とかを炒めていきたいと思います。芋とバターって相性いい感じがしたからバターにしました。それにしてもさっきの方がさ、もうこんな状態なんだよね。もうパンパン。だからどうしよう、第二舞台用意しようかなって思っております。これ第二舞台として使います。で、さっきのやつから作って出す。で、じゃがいもと肉と玉ねぎは第二舞台にしようかなと思ってます。で、ちなみに第二舞台にはね、向こう煮てるからさ、汁だけちょっと入れて
この多分汁が美味しいんだろうね。野菜がね、食べた汁で。まあ、大切に使おうと思います。キャベツって溶けないの。結構まで来てるんだけどね、溶けてほしいんだよね。なんかキャベツの食感ばっかのさ、カレーになったら嫌だなって今思ってる。あんだけ入れて初めての試みなんでね、キャベツを入れるってことが。またカメラが上昇しました。携帯買いたいね、新しいのね。なんで長谷川真知子もさ、さくらももこも亡くなったのにさ、漫画だけはやってるんだろうね。今日曜日の6時なんだけどさ、こんな感じですよね。オリンピック嫌だ。なんかマルコから6に変えたらオリンピックやってた。ちょっとカメラ一回切れちゃったんですよね。で、芋がまあいい感じだから、まあ、とりあえずこっちに行って次あれか、玉ねぎか。油が痛くなっちゃった。まだカメラが上昇したから、まあ消えてね、あの焼けたところをつなげばいいやって思っております。いや、一回切るわ。それでカメラ冷まします。今こんな状態ですね。玉ねぎが火通りました。で、こっちの鍋は、あの、キャベツのために、もう、ずっと前からゴトゴトやって、入れて、で、こっちから、水だけを取って、お湯だけを取って、全く煮込んでない芋があって、玉ねぎがいるって感じなんですけど、で、この玉ねぎを、もう、玉ねぎっていうのはすぐ火通ると思うから、あの、こっち、第一部隊に入れました、今。で、次は肉ですね、肉。だから、あと芋だけをね、煮込めばいいよねっていう感じで。油ね、煮て。これなんか長えなと思ったから切ってる。この頭で見ない。またカメラ上昇した。パーって終わらせたいね。今強火でやってます。家では最強。これがThank you.
だいぶいい感じになってきたんで、これは、こっちに行って、ここで、あーっと、やられました。芋と肉を、火に入れていきたいと思います。火っていうか、煮込んでいくってことですね。こっちの、ね、第一部隊からのつゆを入れて、で最後ね、合致すればいいからね。で、肉はね、そんな火入れる必要ないと思うんで、茹でる必要ないと思うんだよね。相変わらず第一部隊は気合い入れてガツガツやっております。で、第二部隊が追いついてルー入れるっていう考えですね。まあ、これ行き当たりばったりですけど、こうなっております。今人参かじったんですけど、第一部隊は結構いい感じなんですよね。でもう食べれる、もうやりすぎなくらいやってるんですよね。まあ、キャベツがね、なんかもっと溶けてくれればいいなと思ってたんだけど、まあいいやと思って、第一部隊はもう火止めます。で、第二部隊は、まあ、火つけて、まだ3、4分で芋の方がまだ硬いと思うんですよね。だから第二部隊の方は、まあ、このような形にして、で、第一部隊に、ルーを入れていきたいと思います。ちょっと逆にしますね。で、今左で第二部隊をごとごと言ってる中、前回のトップバリューブランドのが余っていたんで、こっちから使っていきたいと思います。やっぱ夏だからルーもなんかやばいね。で、今回の SB のオイスター級と溶け込む甘口、あ、色が違う、いいね。このかかん残してくれればいいね。とりあえず2個だけ入れて混ぜます。で、ここにはね、芋と肉がねえから、どうやってね、合わせようかなと思うんだけど、これを上回るさ、鍋がないからね、うちに。お、うまそうじゃん。ちょっと味見。うめえ、うめえ。うまい。これまあいいや、ほっとこ。で、問題は第二部隊とどうさ合致するかって話だよね。ちょっと考えます。今芋食ったら、まあ、まあまあまあちょっとやってもいいかなぐらいだったんですよ。で、考えたのは、第二部隊は第二部隊で作っちゃって、両方ちゃんと美味しく作って、それを具だけを行き来すればいいやっていう発想になりました。で、それ食べたのが1分ちょうど前だったので、ね、芋が。だから今切って第二部隊に入れる。具がオイブにはいいんだよ、別々に。ルーはいくらでもあるんだから。
これで。こっちはね、ちょっと寂しいよね。芋とさ、あれだけだからね、肉だけだから。まあまあまあ、うん、で、第一舞台に行けるだけ行く。で、これ第一舞台混ぜて食べて減ったらまた入れないって発想だよね。完璧じゃないですか。で、もう実食。ああ、うまそう。今お皿に着きました。では食べていきたいと思います。ではいただきます。美味しそうだよね。うまい。卵がカワフルだ。卵買わないとね。卵を落とした方がいいよね。いや、卵落とすとちょっと田舎者みたいだから、卵を違うお皿に落として、お椀とかに落としてちょっとチンして、それを乗っけた方がいいよね。都会的だよね。意外とさ、キャベツが死んでくれてよかったよ。なかなかやって。だからキャベツのいいとこ取りだよね。甘い。あ、甘い。美味しい。もも肉買いてえな、また業務用スーパー行って買ってくるか。新大久保行って。ほんとキャベツがさ、もう跡形もない、ほとんど。あ、おいしい。では、ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。